さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。スーパーペーパーマリオ、またクリア後やっていきたいと思います。前回のクリア後のお話でアンナがね、復活したりとかいろんな人にね話聞きに行ったんですけど、なんかまだまだね、そんな話聞けるキャラクターがいたりするらしいですので、ちょっと今日はそれにね行こうと思います。さあここは裏狭間タウンです。なんかね、おーナスタシアって人にここの3階で会ったよ、噂で聞いた通り会えてよかったみたいな。でも彼女の心は誰かの強いラブでいっぱいだったねーってことで、あんな風に一人の人を褒めるんで羨ましいな。まあ、今もうめちゃくちゃ喋ろうと思ったこと先言われちゃったんだけどさ、そうナスタシア、狭間ダウン表の3階にね、ドドンタスがいたと思うんですけど、ここのね3階にはナスタシアがいるらしいです。まあ、時代は卒業したわ、運命を自分自身の力で切り開けなきゃダメね、頑張ってね。はい、ということでちょっとナスタシアに話聞きに行きましょうか。表の狭間タウンの3階ではドドンタスがね、最近ナスタシアが悲しんでる顔を見るのが嫌だと言ってね、もうラブを発揮してたわけですけど、今回どうするんだろう。アテンションプレイスビフォーチキン、ね、飛行機っていう空飛ぶ飲み物があるんだって。飛行機の運転手になるんだ、アテンションプレイス。運転手ね。なんかそれキャビンアテンダントみたいな感じだけどね。いた、あなたですか、お久しぶりです。その節はお世話になりました。ナスタシア、また意気消沈してんのか。ルミエール様はエマ様と再会を果たされ、世界は滅ばずに済みました。本当に良かった、心からそう思います。でもあの方がいない現実を私の心はまだ完全に受け入れられずにいます。私にはルミエール様がノワール伯爵になってしまった時の気持ちがわかります。胸に秘めたこの大切な気持ちを忘れなければ生きていけないなら、そんな世界に意味はない。いや、次のノワール伯爵ならないよ、ナスタシア。私はこれから何度も立ち止まるでしょう。でもいつか笑顔で前だけ見つめられるようになってみせます。そうでないと希望で未来を切り開いたエマ様に負けたままになってしまいますから。なあ、元気出せよ、本当ナスタシア。かつてノワールのノワール伯爵の側近、彼女にとって伯爵は生きる意味そのものだった。でもいつかこんな日が来ると彼女は知っていた。だから平気じゃないけど耐えられる。ねえ、もう負けヒロインって分かってたんだよな、最初から。だけど会いたい時もある、声が聞きたい時がある、叶わない望みと知っていても。いや、ナスタシアがねえ、このゲームの中でもトップクラスに悲しいキャラだよな、本当。元気出してくれよ、ナスタシア。さてね、ドドンダス、ナスタシアと会ったらもう一人いたよね、確か。ねえ、マネーラ。マネーラに会いに行こうか。はい、というわけでここはどこかな、ステージ 2-2。ね、久しぶりに帰ってきました。2-2 か。みんな覚えてるここ。ねえ、マネーラが最初メイドさんとしてね、なんかいたんだよね、確か2年は。で、ここではね、確か、あれだっけ、借金返すとか 2-2 だっけ。ね、借金、マリオが借金をして、なんかそれを返すためになんかするみたいな。これ何これ。ねえ。いや、ガチだ、これ水晶玉の親戚。水晶玉は特に変わったとこはないわ。水晶玉やん。あれここはどんなとこだったっけ。やべえ、もう覚えてねえぞ俺。あ、いたわ、普通にマネーラ。何、お買い物。はーい、サンデール様の館へようこそ。私サンデール様の召使いでマネと申します。どうかマネリンとお呼びください。あれ、また始まるの。なんかなんて、どう、驚いた。サンデールに雇ってもらって住み込みでここの管理人することになったの。あ、雇ってもらったんだ。でもあいつは大抵裏狭間タウンにいるから、ほとんど私の家みたいなものね。見てなさい、ここを起点にイケメンハーレム計画を実行に移すから。なんか別にノワール伯爵いなくなっても何とも思ってねえじゃん。どうした。マネーラ、マリオたちを苦しめた伯爵の元部下の一人、悲願であるイケメンハーレム計画を実現するために今も着々と準備を進めている。まずはイケメンカフェとイケメンゲームを作って資金を稼ぐ予定。伯爵はいなくなったけど彼女の野望は消えない。まあ、イケメン計画頑張ってな。俺も美女ハーレム計画いつか叶えるわ。いや無理だわ。ドドンタス。さあドドンタスね、ちょこれだけやってなかったんで見ときましょうか。ドドンタス、マリオたちを苦しめた元伯爵の部下の一人。彼はただの乱暴者じゃない。争いのない世界を望む心優しい男。何でもないような顔をしてるけど、本当は誰より伯爵との別れを悲しんでる。ねえ、まあもう義に熱いいいやつってのはなんかクッパとの戦いでね、俺は分かったよ、本当。ドドンダスも幸せなれよ、ほんま。さあ次ですね、皆様、ここはどこかな。4面です、大宇宙のステージ。ねえ、ここでタマラがいたと思うんですけど、
いるんかな。行ってみましょうか。いきなり出てきた。ビビった。久しぶり、久しぶりっきゅー。元気にしてたっきゅか。え、死んだんじゃなかったのかって。いや本当だよ、なんか眠ってたよなお前。いやだな、ちょっと寝ていただけっきゅよ。そんなことより世界を救ってくれてありがとうっきゅ。やっと肩の荷が降りたっきゅ。ママも喜ぶっきゅ。これで心置きなく遊べるっきゅ。さあ一緒にお出かけっきゅ。いやいやいや、いやどういうことやねん。たまらん、もう軽いなおめえの出会い。なんか一周回ってクリアしちゃった。久しぶりにタマラとね、個人的に楽しんでました。さあ、ここはステージ 4-2 です。さあ、4-2 でもタマラは普通にいるみたいですね。トイレもあるで、普通に。飽きません、だって。じゃあ、まあ、タマラとこんだけ会えて終わりなのかな？ね。タマラありがとうな、今まで。でもさ、タマラってさ、そんな、今さ、あの宇宙に一人っきりで、まあ、今後過ごすわけだろうけどさ、どうするんだろうね。なんか元はさ、どっかの国の星の王子様だったわけだけど、その星自体もさ、結局は1500年間眠りについて、もう滅んでしまったのかな、合ってたっけ。わけでタマラも一人ぼっちやろうからな今。ちょ、たまに会いに行ったらなあかんわこれ。マリオ時間作って会いに行ったりやほんま。きついか。さて、浦波様ダウンの地下までやってきました。ここでね、聞ける話もね、実はなんか増えてるらしくて、ちょっと俺知らなかったんですけど、ちょっと聞いてみましょうか。ヘイ、マスター。あ、金ねえわ俺。マスター金ない。僕の話聞きに来たのですか。では波様ダウンの歴史2を10コインでお話ししましょう。お願いします。お金は、これ最後です。波様ダウンは古代のためによって、この次元の狭間空間に作られた大きな町。次元の狭間空間はあらゆる世界へ道開くことができる大変便利な場所。うん。その一方でここは、さまざまな世界の影響を複雑に受ける場所でもあるんだ。へぇー。で、この古代のためにはこの町にある仕掛けを施して空間を安定させたと言われてる。え、それって狭間タワーやないの？うん、あ、違う。この仕掛けがわかりますか？この町の表と裏を二重構造にしたんだ。物事は明るい側だけでも影の側だけでも十分ではない。表と裏があってこそ完璧だ。はい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 。狭間タウンはそうやって作られたんだよね。お金ないけどいい。裏狭間耳寄り話お願いします。おや、コインが足りませんねって。くー。さて、マスター金作ってきたね。頑張ったよ。さあ、裏狭間耳寄り話聞いてやりましょうか。10コインです。有名なまじない師サンデルさんがこの裏狭間タウンに引っ越してこられたのご存知ですか。知ってるよ。彼女にまじないをかけてもらってる敵を倒した時にいいことが起きます。なんかね、アイテムもらえたりするんだよね。そうそう、それから彼女最近悩み事があるみたい。水晶玉越しではなく後ろから声かけると彼女の話を聞くことができる。これあれだよね、めんどくせえクエストだよね多分。やったやった。暇の時に悩み聞いてあげてはどうでしょうかね。トレーニングマシンがどうぞここで話ね、覚えてるみんな。で、それでね、なんか、音が鳴る、ね、あれもらったんだよね、フェアリンを。さあ、ドドンタスの話、ドドンタスの話あんの？ノアル伯爵には4人の部下がいるそうです。その中でもドドンタスってやつは一番体が大きくて怪力の持ち主だ。心も優しい。この男、なんでも昔はどこかの国の将軍だったらしいですよ。何千人もの部下を引き連れて戦場を渡り歩いていたそうです。すげえやつやん。でもある日仲間の裏切りにあって部下もろとも捕まってしもて、あれは全員殺されてしまうというところを通りかかったドワール伯爵に助けられたそうです。伯爵に恩義を感じたドドンタスは無理やり部下にしてくれと頼み込んで今に至る。へえ、義に熱い人物ですねドドンタス。でも仲間の裏切りでっていうのが、ね、ドドンタス悲しいよな。ほんと信じたんやろな。ほんとそれ、闇の一族の話1位です。お願いします。闇の一族、ノワール伯爵たちだね。闇の一族という人たちのこと知ってますか。ウラデアールさんたちと同じような古代の民の末裔なんですが、彼らはちょっと変わってる。ずっとずっと昔に他の古代の民たちから離れて彼らだけで暮らしていたそうです。噂ではプライドが非常に高く他の種族との交流を避けていたとか。彼らは隠れて暮らしていたのでどこに住んでいたのかもあまり分かっていない。何でも人の来ない森の奥の城でひっそり暮らしていたそうですね。なんだか寂しい人たちですね。だから他の種族との交流をしてはいけないっていう決まりがあったんだろうな。それをノワール伯爵は破ってしまったってことなのかな多分。マネーラの話お願いします。マネーラ、ノワール伯爵には4人の部下がいる。その中でもマネーラって人はどんな姿にも化けられる能力の持ち主だとか。すごいよなこの能力。あまりに化けるのが上手なのでたまーに本当の自分がわからなくなることがあるそうです。
このマネーラですが、その正体は謎に包まれています。コラの民が万能フェアリンを作ろうとしてできた失敗作とも言われてる。あーでもフェアリンって言われたらなんか納得するかも。どこかの魔女が姿を変える薬を研究していた時に間違った材料を使ったために生まれてしまった魔法の生物とも言われてる。もし本人に会ったら聞いてみたらいかがですか。聞けないでしょお前、なんだなんてなあ。次、闇の一族の話その2ですね。いいですね、聞きましょう。今日は以前話した闇の一族についての続きをお話ししましょう。彼らは古代の民の中でも特に とても強い魔力を持つ一族だったそうです。へえ。魔力が失われるのを恐れ、一族の者としか結婚を許さなかったと言われてる。あー、これね、闇の一族ノアル伯爵がなんか怒られたやつ。彼らの魔力は一族にとってとても重要なことに使われていたそうです。その重要なことが何だったのか今だったら知ることができない。何だったのだろうこれは。なぜなら彼らはある日、その住みかごと一族全員姿を消してしまった。以来闇の一族の姿を見た者はいない。彼らは滅んでしまったのか、全て闇の中です。ノアル伯爵が全て消してしまったんやな、ほんと。さあディメーンの話は出たな。ディメーン、一番の諸悪の根源。ノアル伯爵には4人の部下がいた。その中でもディメンは様々な魔法を操る魔法使いで、ノアル伯爵に次ぐ実力の持ち主だとか。彼が一体何者でどこから来たのかは誰も知らない。あら、便利な言葉。噂では彼自ら伯爵に仲間にするよう持ちかけたそうですよ。伯爵はその申し出を一度跳ねのけたものの、黒の予言の書にディメンらしき人物のことが書かれているのを見つけ、仲間にすることをした。どうして彼のことが予言書に書かれてたんでしょうか。怪しすぎるね。ね、結局黒の予言の書にはディメンがね、本当は滅ぼすみたいに書いてたんかな。わかんねえや、緑くんの力とね、ディメン すごいわ。さあ、闇の一族の話3、まだあるの。はあ、教えてくれ。今日は以前話した闇の一族の存在がなぜ表立って語られないのかお話ししましょう。はあ、マスター語っとるけどね、まあ裏やからな、ここは。さあ、彼らのことが秘密にされているのは彼らが犯した罪が原因があったそうです。罪。彼らは古代の民の元からあの伝説の黒の予言の書を盗み出し隠していた。何だと？何のために黒の予言の書を盗んだか分かりません。あれ、黒の予言の書を保管するのに魔力使ってたんかな。何だっけ。黒の予言の書の技術をもとに新しい魔法や呪いの研究をするためと言われてたり、予言の書を悪用した、しようとした者たちから本を遠ざけるために盗んだとも言われてる。とにかく黒の予言の書の最後にも最後を黒の予言の書を最後に持ったのは彼だったようです。となると噂のノワル伯爵とやらはもしかしたら闇の一族ねえですよ。俺が教えてあげるよ。ナスタシア誰なの結局。そう、気になるよねこれ。ノワル伯爵には4人の部下がいる。その中でもナスタシアって人は部下たちを束ねる大幹部でサブリーダー的な存在だとか。彼女の能力は目から出る超強力な催眠光線ウィームね。どんな強いやつでも操られたらそりゃ手も足も出ません。めっちゃ便利やな、ナスタシア。伯爵の部下でその力に逆らえる者はいないそうです。だから彼女は他の部下たちを従えることができるんでしょうね。自分の気持ちはあまり表に出しませんが、伯爵には心から忠誠を誓ってるようです。彼女には彼しか見えていません。羨ましい。もうガチ恋やでなあ。羨ましいな。俺も目から催眠ビームでガチ恋にするか、可愛い女の子。それは本当の気持ちなのか、怖いぜ。さあ、裏百ダンジョンの話。100ダンジョン、裏にもあるの？やめてくれよなあ、聞きたくないその話は。狭間タウンや裏狭間タウンの地下には100部屋ダンジョンと呼ばれる迷宮があるのご存知ですか。それはかつて古代の民がピュアハートを守る力を研究するのに使った試験場の跡。特にこの裏狭間タウンの100部屋ダンジョンは影の力を研究する場所だったそうで、影の力がどういうものか分かりませんが、何か恐ろしいものでしょうね。その奥には宝が眠ってるそうですが、腕に自信があるなら挑戦したらどうですか。やだやだやだ。ちょ、表にもあって裏にもあるの、勘弁してくれよ。さて、男とコウモリの話。これ何これ、全然わからんけど。たまには気分を変えて物語なんかいかがですか。これから話すのは僕が昔遠い国で聞いた話です。昔ある男が行方不明の恋人を探す旅をしていました。ノアル伯爵じゃね。旅の途中、その男が森の中にを通りかかると、コウモリが罠にかかっています。へえ。助けてやると、コウモリは礼を言って姿を消しました。その日の夜の野宿をしていた男は自分を呼ぶ声で目を覚まします。その夜は満月で、空には丸い月が昇っていました。その月を背にして、男の前に見知らぬ女が立っています。
ねえ、長い時間を生きたコウモリは自分に恋をすると、自分も人間になると、なることができると言います。それが本当かどうか分かりませんが、とにかくその女は月の下で契約を交わし、男のしもべとなったそうです。これナスタシアじゃないねえナスタシアはねえドラ、え、コウモリだったねえ、吸血鬼ドラキュラ、わかんねえや。フェアリーに誕生の話をしましょう。お願いします。もうお金ないんですけど、あと10コインしか。あなたはフェアリーがいつどうやって生まれたか知ってますか？フェアリーは今から3000年前に小屋の民の大魔法使いによって作り出されたそうです。特別な精霊をある器に移すことによってフェアリーが生まれました。なるほどね。そして大魔法使いは死ぬまでに12体のフェアリーを作ったと言われる。12体ねえ。ほう、弟子たちのフェアリーの研究は続けられて、12体のフェアリーは基本としてよりたくさんのフェアリーを作り出す技術が開発された。それらは知能を持つ道具にして古代の民の生活の中に広まっていった。たくさんのフェアリーの働きによって古代の民はかつてないほど繁栄し豊かな暮らしをしていた。しかしそれも昔の話。お話の中でのフェアリーも今では全ていなくなった。いるけど後ろに。ただの大魔法が使いが作ったフェアリーのうち何体かは今もどこかに眠りにつきながらやがて現れる新しい主を待ち続けているとも言われている。案外この町にも1体ぐらい眠ってたりしてね。今何体いるんだろう。12体言ってたよな、フェアリンって。ちょっと待ってな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。10体しかいないけど。1体はアンナなのかな、わかんねえや。ねえ、もう1体どっかにいるのかな、わかんねえ。まだある？フェアリンの反乱の話1。フェアリン反乱。なんかあったね、表の話、表でも。フェアリンの反乱という事件聞いたことありますか？うん、聞いた聞いた。今から2000年前に古代の民の都で起きたと言われる出来事。たくさんのフェアリーの働きによってはもたらされた古代の民の繁栄ですが、ある日の境にその暮らしは終わりを告げた。彼らの前に突如クイーンフェアリーを名乗る巨大なフェアリーが現れて、ね、号令をかけると全てのフェアリーが人間に反旗を繰り返した。フェアリーには普通の精霊が封じ込められているらしいのですが、そのフェアリーは違った。その体にはなんと悪魔が封じ込められていた。なんだと？クイーンフェアリーは全てのフェアリーを操ることができた。生活のほとんどフェアリーに頼っていた民はなすすべもなく支配されてしまって、完全にその自由を奪われてしまった。うわ、どうすんのね、また来てねって。うわ、 うまいね、話だ。続きはお金ないからおろしていきます。あー、泣く泣く売るか、金塊よ。金が安いな、思ったより。 Thank you。 お金持ってきたよ。フェアリーの反乱の話2ですね、お願いします。では以前話した反乱の続きですね。クイーンフェアリーの起こした反乱によって古代の民は支配され自由を奪われてしまいました。その緊急事態に立ち上がったのは今は亡き大魔法使いの12体のフェアリーを受け継いだ者たち。おお、彼らを襲い来るクイーンフェアリーの兵隊を打ち倒し、囚われてた民を解放し、それから捕獲カードを使って操られたフェアリーを捕らえ次々元に戻していった。過酷な戦いで仲間は一人一人とたどれていきましたが、彼らは進みました。そして最後の一人がついにクイーンフェアリーの城へとたどり着いた。しかしクイーンフェアリンは幻を見せる力を持っており、巧妙に姿を隠しておった。マジかよ、どうすんだよ。ねえ、クイーンフェアリンは恐ろしい幻を見せながら最後の一人に襲いかかりました。しかし彼が連れていた真実を見通すフェアリンには幻は通じませんでした。最強か。激しい戦いの末、彼とフェアリンはついにクイーンフェアリンを討ち取りました。彼のフェアリンの命を引き換えに、あー、じゃあフェアリン世の中には11体にしかおらんのかもしれん。おっと、いただいたコインで話せるのはここまでですね。でもそれでもあと1体足りないんだよな、フェアリンが。ではフェアリンの花の話3です、お願いします。めっちゃ金払うな俺。で、花の続きです。クイーンフェアリンを倒した最後の一人はそこで恐ろしい事実を知ることになりました。実はね、クイーンフェアリンこそが大魔法使いが最初に作り出したフェアリンであり、そしてね、彼が黒の予言書に書かれていた内容をもとに生み出したものであったということでした。それを知った最後の一人はクイーンフェアリンが持っていた黒の予言書の書を手にすると、ねえ、その本が再び災いをもたらさぬよう伊豆国家へ消え姿を隠したそうです。ねえ、それから世界に平和が戻ったものの、民の心に刻まれたフェアリンへの恐怖は消えませんでした。ねえ、そこで古代の民長老会議が開かれ、今後の対策が議論され、最終的に全てのフェアリンは能力に制限を加えられることになり、新しいフェアリンが作られることもなくなった。それはそれとともに古代の民の力もだんだん失われていたと言われているんだ。ねえ、今となってはフェアリンをどのように作り出したのか謎ですけどね。
最近古代の技術によって蘇らせ新しいフェアリンを作ることに成功したものがいると聞きましたね。デアールかな、それは本当でしょうか。フェアリンということは、アンナは新しいフェアリンであるってことなんだね。わからへんけど、とりあえず今現存するフェアリン、大魔法使いが作り出したフェアリンは11体いるのかなね。うん、まだあと1体どっかにいるかもかもしれないぐらい。ではクイーンフェアリーの話お願いします。いや、それ12体目はクイーンフェアリーになるのかもしれない。そもそもじゃあ終わりかも、わからへん。さあ、クイーンフェアリーについて話そうと思います。クイーンフェアリーは新しい説が発表されたのご存知ですが、大魔法使いの弟子が残したある本にこんなことが書かれていた。クイーンフェアリーの中にあったのは頭の玉、悪魔の魂などではなく人の魂であったと。何でも大魔法使いには美しい妻と娘と息子がいた。妻と幼い息子は事故で帰らぬ人となってしまい、ただ一人残った娘もしばらくの後重い病気にかかり若くして亡くなったそうです。大魔法使いはその娘の魂でクイーンフェアリンを作ったのではないかというのがその説です。娘の魂で、でも魂入れるって技術 あるもんな、アンナのやつで。そして他の全てのフェアリンも精霊ではなく死んだものの魂で作られたのではないでしょうかと、その説を発表した人はさらに疑っている。そんなことあるはずないですよね。フェアリンとなった娘が父親がしていることを許せず、フェアリンを使わせないために反乱を企てたなんてことあるかもね。え、堕落した民はそれくらい脅かしてやらないとフェアリンを使うのをやめなかったでしょうからね。そうそう、それから事故で亡くなったという息子ですが、実は奇跡的に生きてたという説もある。もし本当ならね、大魔法使いの血を受け継ぐその子はどうなったでしょうね。ねえ、それがデアールなのかな、わからへん。ねえ、大魔法使いの息子って。で、結局さ、俺今思っちゃったんだけどさ、あのカメレゴンだっけ、あいつも作り出したこのアンナモドキもさ、ジャスミン2世もさ、実はフェアリンなんじゃないの。あいつ自力でねえ、独学でフェアリン生み出したんじゃねえかな。恐ろしいな、オタク。あ、もうお話ないです。だってうわー、なんかこのスーパーペーパーマリオのお話に深みが出たな、また。さあ、最後ですね。5-4、ね、ストーンランド、行ってみましょうか。ここね、なんかがあるらしいんですけど、何があるんでしょうか、行ってみましょう。花のやつだっけ、ストーンランドって。あ、待って、あの、冒険がいるかもしれない。あいつ名前なんだっけ、あいつ名前忘れたんだよな。なんで敵がいるの、なんで敵がいるの、ね、おかしない、おかしない、おかしない。え、なんで敵いるの、もうこの世界平和になったんちゃうん、平和なってない。レベル上がったわ。なんかありがとうございます。イエーイ。耐久力高いな、めちゃくちゃ。ねえ。Thank you。そう、ちょっと人探しましょうか。え、なんでいるの本当に、ガチでガチで。なんでいるんだえ、花また暴走してるの。ねえ。とりあえず、どこ行けばいいかわかんないです。一番奥まで行きましょうか。ボスのとこまで。これ、葉っぱつけねえと通してくれねえんだ、ここ。いまだに。懐かしいね、これ。さあ、一番奥まで来ました。あらららら、こんにちは。おお、おお、おお、復活したわよ。水を汚したばかりか。よくも私にひどいことをしてくれたまで許さないわ。ロック人もお前もまとめて血祭りにしてあげれば覚悟なさい。なんちゃって。よかった。ビビった。でも、ぶっ倒れてる間にだいぶ汚れた水が抜けたみたい。もうひどいことしないから安心してちょうだい。今日からロック人と花の新たな時代の幕開けよ。ほんとかねえ、君らの部下結構襲ってきたけど。蘇ったキング花、これから新しい王の物語が始まる。そして彼の進む道が花の歴史となるってね。もうよかったじゃん。さて、ここはどこかな。 5-1 イエイ。誰かいるかな。うーす、花たちがまた企んでるらしいべ。ああ、びっくりした。ここにいた。よ、会いに来たで。ババーン、ババーンって人。名前なんだっけ、ババーン。俺がズババババーン。いや、君がいいとこに来たんだ。俺の活躍で世界が救われた記念にシングルス石をリリースしたんだ。その名もデビッドの歌、ソングオブデビッド。あ、そう、デビッド、デビッド。俺の歌を聞いていってくれ。そしてその歌声を聞いて部屋を噛みしめてくれ。ババーン、ババーン、ピンチだ。ドババーン、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 まとめてボカーン。売れなさそうねえ。さて、テレビ番組デビッドアドベンチャーの主演監督ロック人、さまざまな武勇伝を持つね、ストーンストーン村の生きた伝説、希代のスーパースター、超イカスナイスアンサムタフガイ。デビッドは今日も謎を求めて探検旅立つ。
というのが彼の公式ライトに載ってる紹介文ね。まあ、大したことない人だよ。うん、デビッドの歌はかっこいいな。127番目のフレーズが超男らしいよ。ババンババン絶対買いだよ。それこのちっちゃい家って何なんだろう。よいしょ。基本的にこのゲームのちっちゃい家ってさ、食材屋だったりするわけだけど、ここはどうなんだろうか。ちっちゃなちっちゃなフードショップ、やっぱそうだわ。うん、フードショップだったわこれ完全に。さあここは長老の家かな。長老元気してた。おお、神の使いよよ来てくださったー。なーなーなにゃやるふわな、一族に本格行きがあるでー。よければ一度彼の住まい訪ねてきてくだされ。順番逆だった。それこの川があれだよね、グミのゴミ捨ててたやつだよな。ねえ、空も川をきれいになったね。なんだか気持ちいい。川を汚しちゃいけないよ、ゴミを捨てちゃいけないよ。みんな仲良く気持ちよく暮らそう。これをこの村の常識にするいいことやで。もうちゃんと花アントのもう和解してくれよ、ちゃんとこれからも。はい、では皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。クリア後ね、その2という形で、前回できなかったことの続きやらせていただきましたね。まあ大体これでクリア後のこと洗えたんじゃないかなと思います。まあただね、まだやらなきゃいけないのが100を関するものが3つあると思うんでね、レベル上げとかお金稼ぎちょっとしてから挑みたいと思います。はい、それでは終わりましょうか。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。スーパーペーパーマリオの世界マジで面白いね。ちょっとしゃぶり尽くしましょうか。また見てください。おつぽよ。